はい、どうも皆さん、こんにちは。オーケストラの指揮などしております、平林亮と言います。今回は、有名なベートーベンのピアノ曲を使いまして、何か音楽の、鍵になる要素を、探ってみたいと思います。で、ピアノの細かいことを取り上げたいわけでは決してなくてですね、ただオーケストラの曲だとちょっと縁遠い方も多いのかなと。ピアノの有名な曲だとちょっと親しみやすかったり、ピアノ弾ける人口の方が多分オーケストラの指揮者とかオーケストラの楽器の人よりは多いような気もするので、ちょっと例としてピアノ曲取り上げてみます。はい、ベートーベンのピアノソナタ第8番の悲愴の2楽章という曲ですね。著作権フリーの古い版の楽譜が、インターネットからダウンロードできるんですが、ちょっとそれを使って解説できるかな。あった。これだ。これだ。この楽譜ですね。で、楽譜見ていただくとわかるんですが、まずアダージオカンタービレ、4分の2と、これ他の有名なピアニストたちがどれぐらいのテンポでやってるかってちょっと正確に記憶してるわけじゃ全然ないんですけども、この曲に限らず音楽のテンポをどういうふうに決めるかっていうことをまずお話ししてみたいと思うんですが、4分の2でアダージョカンタービレでしょ。4分の2って言ってんで2拍子なんですよね。だからローリーラーリーディーラーラーラー、これは4つで撮ってる、4拍子系で撮ってるってことですね。ローリーローリーディーラーバーラーバーじゃなくて、ベートーベンは2拍子と書いてるからローリーテンポ遅くてもアダージョでもファーシードレミーラーレードシーラーソーシーラ、私もその指揮を勉強し始めてからは、そのこう音楽のカウントをこう4つで取ってるか2つで取ってるかっていうのは、楽器だったらその内面の問題なんですけど、指揮の場合まさにこの体の動きをどっちにするかって、選ばなくちゃいけないんですね。なんでちょっと考え方変わってくる来たんですけど、4分の2なんで2拍子で取れるテンポだから、そんなに遅くなりようがないっていうことを同時に意味してますね。ローリーラーリーディーラーリーラーラー、こう二つぶりって言いますけど、ドーリーラーリー一二ミー一二ドレ一二、このあんまり遅いとこう手がもう持たないわけですよね、指揮の場合は。ローリーローリ
ディラバラバー、これぐらいだったら大丈夫ですけどね。イレロリラリリ、うん、